よし、じゃあパパ、ガイン。僕はジオウ。で、対決だ。対決だ。はい、こんにちは。わーチャンネルマハチです。はい、今日はこちらで遊んでいきましょう。仮面ライダージオのデラックスガイムライドウォッチとデラックス子供スイカアームズです。はい、ということで2018年11月23日本日発売のね、このガイムのライドウォッチ、そして子供スイカアームズね、うちらね、仮面ライダーガイムからね、仮面ライダー見始めたんで、すごく思い入れのある作品なんで楽しみだね。はい、じゃあ早速開けていく前に、こういう感じ、チャンネル登録やこの動画がいいなと思ったら高評価お願いしますね。じゃあ行きます、せーの。チャンネル登録はここをタッチ、登録されるとグレーに変わるよ。一緒にベルマークもタッチしちゃおう。はい、登録してくれたかな、この動画がもし良かったなと思ったら高評価もお願いしますね。はい、じゃあ早速開けていきましょう。はい、こちらがガイムライドウォッチですね。2013って書いてありますね。完全にガイムだよね。そうだね。はい、じゃあ実践シート取りましょう。よいしょ。せーの。フルーツ武者ライダーなんだ。なるほどね。じゃあもう一番回して。はい、続いてこちらが小玉スイカアームズですね。今現状はライドウォッチ状態で、グリーン、すごいね、メタリックグリーンだね。すごいよね、スイカっぽいデザインになってるかな。で、後ろ側にゼッゼンシートあるので、これも取っちゃいましょう。で、まずは変形する必要があるね。そうだね。変形はまず頭を上げて、足を出して、はい、腕を出す。これで完成。楽だね。はい、顔こんな風になってて、スイカアームズみたいな感じになってますね。だから小玉スイカアームズね。そうだね、一応ちっちゃいから小玉なんだろうね。へ、いいじゃん、いい感じ。で、上にボタンがありますね、押してみようか。おお、スイカアームズちゃんと言うんだ。小玉って。次は小玉シンガン。小玉シンガン。はい、次は。すごそう。スイカボウリング。スイカボウリング。次は。おお。小玉。ビッグバン。で、もう一回押すと、元に戻んだね。はい、では時空ドライバーで音声聞いてみましょう。ジオでね。そいや、いったね。そいや、いった。いいね。よし、じゃあ必殺技。はい。スカッシュ。スカッシュだね。はい、じゃあ続いて小玉いきましょう。このまま一回、このままいっちゃおうか。だよな、ライドガジェットだよね。よし、じゃあパパ、ガイム。僕はジオウ。で、対決だ。対決だ。
よし、やろう。よし、今だ。ちょっと待て。よし、どりゃ。ボーリング。ドーン。ドラ。ドラ。こだまビッグバン。ドラ。やったぜ。はい、ということで今回は仮面ライダージオウのデラックスガイムライトウォッチとデラックスコドバスイカアールズでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひ、ね、ボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。うん、ちょっと今回のおすすめ動画はいつものところに出てますのでぜひチェックしてみてください。チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。